鬼滅鬼もともとは人間なんですよ本来人間であるものが鬼という姿をとってどうしてもそう生きざるを得ないようなこれはあの鬼の問題でなくて私たち一人一人の中に眠る本質そこをじっと鬼を通して見せてもらうはい皆さんこんにちは赤塚浩二ですお父さん日本のことを教えて今日は第35話日本の漫画や アニメが世界的にも独特な文化を築い,たのはなぜですかいやすごいですよ海外に行ってももう日本のアニメのコスプレしている外国の若い衆若い衆という言い方もなんですがまあまあこれはどこに行っても通用するんやね。 本当ね、びっくりするぐらいみんな日本のアニメ知ってんの何ででしょうかどうしてこれ世界共通でで読まれれるんでしょうねこれは単純に話の内容がいいというそれだけではなくてまず日本の文字、まあ、もちろん外国に行った時には吹き出しの中には英語が書いてあったり別の言葉が書いてあって「ドラえもん」なんかも中国語喋ってますわそやけどあの吹き出しにあるよく全く静かになると「シーン」とか書いてあるでしょ。シーンっってて言いませんって シーンって書いてあってこの状況を表せたりガーンとか言うですねアジャアジャパーは言わんかまずやけどそうやって言葉が文字がすごくこう届いていくまるで音が聞こえてくる喋ってる声が聞こえてくる日本語ってすすごいんですよまず右からでも左からでも読めるそれに上からでも縦書きにも横書きも右左読める斜めにも読める。 パッと見たら全体がわかる。これ、ヘブライ語も英語でも無理です。日本語の持ってるすごい力、文字の持ってる力、それが一つありますね。そして、ここにも書きましたけれども、ずっと昔から私たちが独自の文化を開いた時に、例えば、元禄、江戸時代の美し美しい日本の文化が花開いた時に、西洋の影響を受けずに、日本独自のこの浮世絵、 浮世絵のあのデフォルメ見てください。北斎のものすごい富士山の絵とか、波の絵とか、あれ実際あんなありませんで、写真撮っても。それをあんな風に表現できる、そんな日本の文化が根っこにあって、その文化がやがて漫画という今の表現になっていったんゃないかなって思いますね。ゴッホも 日本の浮世絵を一生懸命模写してたし。まあ、ドビュッシー彼も北斎の影響を受けて公共国を作ったと。僕、こんなふうに言ってますわ。ジャポニズムという日本の影響をちゃんと与えていってることに、僕ら誇りを持った方がいいですね。海外の影響を受けて、外国のものがいい、外国のがいいと言って、自分たちが真似する。で、真似する民族はずっとこう劣等感を持たされてるんですけど、僕たちは。 素晴らしい文化の国に生まれたということを今一度きっちりと自分の中に落とし込むためにもっともっと日本のことを知りましょう。かといって漫画だけ見ていてもこれは自分たちの魂の成長にならないなというのは私がある方との出会いを通して。 その方から直接お聞きしたたことがあったんですそれは私と同じ名字の赤塚不二夫さんという赤塚不二夫さんは日本のギャグ漫画の大家として本当に知らない人がいないかつては映画の中で「ゴジラ」も「長嶋選手」も「シェー」言ってた日本人がみんなシェーをやったというこの影響力を与えた天才バカモンのパパもすごいですよねだからこれでいいのだこの全皇帝の世界だけど今までいろんなことあったけどこれでいいのだというんじゃなくて。 それ全部ひっくるめて全て受け入れてだからこれでいいのだと言い切ってしまえる人生は不条理です何が起きるか分かりませんそして思うようにならないのが人生ですがだからこれでいいのだとそれをねギャグ漫画という笑いの中で笑い飛ばせる力この赤塚先生はずっと昔からそんな風に書いたんだなくて真面目な真面目なシャイな青年でした 少女漫画をデビュー作にしてたり「秘密のアッコちゃん」という漫画を描いたところからも本当にね優しい優しい心根の人です。彼らにとっての神様は手塚治虫先生でしたね。戦後の日本の若者たちの希望となり映画の手法を取り入れて遠近法もうドラマがどんどん進むようにして小回りも斬新でもうスピードもすごかったそんな漫画に憧れて藤尾さんたちは全国から東京に集まってきました。手塚先生のことを した,いしたって何があっても神様の言う通りにしようその時にみんなが心を決めてたのは何を言われても「はい」か「イエスか」か喜んででいこう返事は0.2秒できない理由を言わないすぐにやろう当時はドラえもんを書いた藤子不二雄さんも石森章太郎さんもみんな同じに暮らしててお金がない時期にもどんなに苦しい時にも手塚治虫先生がみんな漫画で漫画勉強するなよこう言われたら「はい」と言って。 みんなちゃんと文学を読めよって、文学全集を凍ってきて、みんなわからんなりにも一生懸命勉強してた。みんな映画をたくさん見なさい、名画を見なさい。お金がなくても食べる分ケチってもう自分でキャベツ食べて、食費を浮かせては映画を見に行った。そんな積み重ねが根っこにあるんです。漫画漫画と言うけれども、漫画の創世記の先生たちは、漫画を漫画として書かずに、 本当の文学本当の表現できるその表現の方法として漫画を選んでいるので根っこが違うようよに私は感じますたとえギャグであってもバカバカしい話であってもその根っこには本当に古い古い人間の本質をえぐるような真理の物語とうとうと流れています。それを知らずして ただ乱暴なただ受けるような流行に沿うようなものだけ作ってきたんであったらおそらく日本のアニメ漫画は世界ににこんなな届いていてかなかったでしょう日本人が持ってる本当に日本の良さこれを表現として世界に通用できるこの文化を私たち大事にしてそしてみんなが同じ共通の言語としてアニメも漫画も知っていきたいですね。私は最近進撃のののの巨人っていうのをこのコロナ禍の中で しっかりと見せていいいたただんでですすけどもめちゃくちゃゃく深いですね自主差別ユダヤの迫害の問題まで及ぶようなそれを匂わせるような決してそうは書いてませんけれども人間がやってきた本当のひどい差別なんかもその中には描かれていて一見残酷な物語に見えますが。 人間の本質をえぐるような物語また「鬼滅の刃」も心の中でなければ見られなかったもう本当に全関与せていただきました今回のコロナでは僕は時間もいただけましたしたくさん勉強させてもらいました鬼ももととは人間なんですよ本来人間であるものが鬼という姿をとってどうしてもそう生きざるを得ないようなこれはあの鬼の問題でなくて私たち一人一人の中に眠る本質そこをじっ と鬼を通してて見せてもらう、まあ、炭治郎はまっすぐまっすぐ光の方に向かっていきますけれども、まあ、なかなかあんな風に私は生きることできなくてもみんながそこに目指せるようなしかし彼らも自分のために生きてるんじゃない決して自分がヒーローになりたいと誰も思っていない死んでいくものに対する思いやりそこに手を合わす単に完全懲悪で悪がやっつけられたらそれでしまいという単純な物語はそこにはありません。 日本のアニメの中には本当の優しさとまた残酷さも併せ持って今やそうですね大人も忘れてしまった大事なことをアニメの中で今子供たちに伝えようとしている作者たちに頭が下がります日本のアニメがまた漫画が世界に通用するのは私たち日本民族が世界に通用する力を持っているからです 私たち日本民族が世界を照らす灯明台となっていくことこれを今先駆けてアニメ・漫画がやっててくれいるんやなと思いますそのために私たちは私は何をするんだろうか私はどんな勇気をもらって自分の生き方を貫いていくんだろうかあるべき場所でなすべきことを本来の自分がやっていくためにアニメからも力をもらい漫画からも示唆を受けていきたい。 若者たちが本をを読まない活字をするそんなことで批判するよりも漫画読んでみてくださいアニメ見てください時代は変わってます常に新しく全てが変化していきますそんな中で常に学び続けていきましょうお父さん日本のことを教えて今日も聞いてくださってありがとうございました心から感謝しますありがとうございます